3日後に開幕が迫る高校野球神奈川大会。今週番組では注目校を特集で連日お伝えします。今日は県立上溝南高校です。チームにはがんや病気で治療や手術を繰り返し、最初で最後の夏の大会に挑む3年生がいます。再び野球ができるようになった今、支えてくれた人へ伝えたい思いとは。相模原市中央区の県立上溝南高校野球部。夏の大会ベスト16入りを目指し、放課後のグラウンドで部員42人が汗を流している。今大会にひときわ熱い思いを持って挑む選手がいる。3年生の関浩介選手。小学3年生の時に野球を始め、甲子園に憧れて波及を追いかけていたが、中学3年生の秋ごろ、ある病が関選手を襲った。持久走の時に、呼吸がしづらいなってなって、近くの病院行ったら、大きい病院行って見てもらおうかってことになって、そこからどんどんどんって感じで分かりました。診断結果は白血病。中学3年生の冬から入院治療生活が始まり、卒業式や入学式の頃には髪は抜け落ち、体力も減退。退院して野球部に入部できたのは1年生の9月だった。しかし、そのわずか1ヶ月後、治療による副作用で大腿骨頭壊死症という股関節の病気が発覚し、杖の生活に。再び野球ができなくなった。やっと始められたのになっていうふうに思ってたんですけど、またしばらく野球に参加できなくて、部員との距離も離れてしまって、不安とか悔しさっていうのはありました。手術を終えて今年2月、ようやく本格的にチームに合流できた。今こう打ててることはどうですか？楽しいです。バッティングが好きで野球始めたんで、そのバッティングができるようになって嬉しいです。ただ、高校で野球ができる時間はその時には残りわずか半年に。チームは関選手に代打で活躍してもらおうとバッティングに専念させている。その期待に応えるべく一心にバットを振っている。病気を経験してもひたむきに野球に向き合う彼の姿にチームメイトは。守備したいって本人が言ってたんですけど、でも体はあんまり思うように動かないので、だからこそ自分は全力でできること、守備もバッティングももっと今まで以上にやんなきゃなとは思いました。関選手が野球に打ち込むのにはもう一つ理由があった。病気になってちょっとどうしようかなっていうふうに迷ってたんですけど、親がやってほしいっていうふうに言ってくれたので続けようと思いました。道具買ってもらったり、朝早く起きて弁当を作ってもらったりしたので、最後ありがとうって言いたいです。夏の大会開幕前、最後の週末、学校では壮行会が開かれ、選手の保護者や OB が駆けつけた。そこには関選手の母、直子さんも。この日は大会でベンチ入りする20人が背番号が入ったユニフォーム姿で登場。関選手は20番。見事夏の大会で初のベンチ入りを果たした。そして選手一人一人から集まった人たちに向けて意気込みを語る場面で、関選手は、3年のイケメンな関です。今日は壮行会であるところでお母さんの誕生日です。プレゼントは大会でのヒットだと思っておいてください。
お願いします。我が子からのサプライズに直子さんも思わず目に涙が。野球を通じて親子の絆が深まった。よく辛い治療に向かえて頑張ったなと思います。素晴らしい仲間に恵まれてよかったなと思いますし、その仲間のおかげで頑張れたのかなとも思ってます。ぜひ頑張ってほしいです。活躍できればなというふうに思います。一球一球後悔のないプレーで悲願のベスト16へ。3年生全員で挑む最後の夏の戦いがいよいよ始まる。頑張るぞ。よし。背番号20の背中が頼もしいですよね。まあ、どれだけ関選手が野球が好きなのかが伝わってきて嬉しくなりますよね。本当ですね。チームの初戦は9日、関選手の母親も駆けつけるということで、ぜひそこで約束した誕生日プレゼントを贈れるよう私も応援しています。高校野球特集、明日は漫画ドカベンを読んでアンダースローに転向した海老名高校のピッチャーに注目します。